行ってきます。あ、そうだ、みなみ、あれをあれしてさ、あれしとくんだよ。お姉ちゃんのおせっかいは仕事では役に立つらしい。そのための保証点検なので。聞いてください。いつも近くで見ているからわかるんだ。お気遣いなく。この街は今までもこれからもお姉ちゃんのおせっかいで守られているなんてね。産休訪問実施中、ね、JA 共済。はい、じゃあ有村さん入られます。はい、行ってきます。あ、そうだ、みなみ、あれをあれしとくの、あれしとくんだよ。やった。お願いします。こっちだってね。すごいよ、バンミだよ。母に似たのか、人のやっぱり様子とかそういったことを伺いがちなのであのなんか困ってそうだったら声をかけたりはするんですけど、まあ、なるべくそういうふうに気づくことができたらいいなと思ってはいるんですけど、それが逆に相手方にしたらちょっと今話しかけてほしくなかったとか、そういうタイミングってあるじゃないですか。まあ、現場で過ごす時間も多いですし、あの集中していたりしていなかったりするような場面にも出くわすので、そこがもしおせっかいだったらどうしようっていうのはすごく考えます。やっぱり20代前半とかの時はもう先輩方に囲まれている場面が多かったので、こうお世話をしてくれていたんですけど、今はもう29になって、で、まあ、立場的にもまとめる立場も増えてきましたし、そうなるとこうスタッフさんだったりキャストの方に目を配る必要もあるなと思いますし、年下の人たちも増えてきたので、まあ、あまり年下だからどうっていうことではないんですけど、でもそれでもなんか自分がそうやって過去に声をかけてくれたりしていたことで、なんかこうそこが居場所になったりとかすることも多かったんで、なるべくそうやって先輩がしてくれたことを次自分が引き継いでというか、それをまたあの下の子たちに渡せていけたらいいなというふうに思って、同じ道をこう歩いてきたであろう方々はどうしてもその時のその時その時の気持ちがなんか分かる気がするから、そういったところでこうなんて言うんでしょう、
会話にしなくともなんか呼吸でわかるというかそうである人そうでない人って分けているつもりは全くないですけど、もうなんだろう、同じそうやって作品を作ってる人たちはもうみんな仲間なんで、うん、なんかそうやって分かり合えるというか許し合えるというか、そういう何か分かりやすい行動とかものをあげるとか、そう物理的なものっていうよりも精神的なところのなんか支えてあげたいなとかっていうのはちょっと、うん、あるかもしれないですね。芝居なのかその場の空気なのか、こう引っ張った方がいいなって思った時には自分が先に行きますし、うん、なんかこうセリフを間違えるとか誰でもあることなので、まあ、そういった時には相手が気にしないように振る舞ったりはしますね。タクシーの中に多分帽子忘れたんですよ。なんかアクセサリーとか帽子とかなくしがちで、こう手に持ってると危ないんですよね。なんかイヤホンとかタクシー乗った時になんかつけてポンって横に置いたらそのまま忘れてっちゃうとか、なんかカバンの中に入れてたら大丈夫なんですけど、外にそのカバンの外に出した時に結構どっかに置いて行っちゃいます。前も一回帽子なくして似たような帽子があったんで買ったんですけど、またなくしたので、あ、なんかちょっとこの帽子とはもしかしたらもう縁がないのかもって思ったんで諦めました。さすがに台本忘れた時はタクシー会社に電話して受け取りましたけど、台本も忘れたことあります。皆さんこんにちは、有村架純です。私と浜辺美波さんが、姉妹役として出演する JA 共済さんの CM も4年目、そしてなんと13話目となりました。今回の CM ではライフアドバイザーである私が契約者のお客様のもとへ訪れる様子が過去の訪問シーンとともに描かれています。過去のシーンと比較して、成長した姿を、ご覧いただけると嬉しいです。以上、有村架純でした。